おはようございます。すいません、ちょっと11時にお客さんいらっしゃってるんでちょっと短くなるかもしれませんが、テキパキとやります。どうぞ。おはようございます。管理者西日本新聞です。本日に日本教育新聞社観光参加です。大臣冒頭発言があれば、はい、2つございます。今日の閣議でオリパラ基本方針を決定いたしました。これ1つ目。2つ目はH2A ロケット29号機による我が国初の商業衛星の打ち上げについて、閣議においても報告をしてまいりました。以上です。はい、ありがとうございます。幹事社から質問させてください、はい。文書に関連してなんですけれども、大臣が、規制に提示を求める意向を示していらっしゃった規制基準について、新しい規制基準についてなんですけれども、規制の田中委員長、25日の記者会見で、優先順位を考えればそういう選択肢はない、との認識を示され、大臣のお考えに対しては違和感を覚える、との認識を示されました。大臣としてはどのように受け止められて、今後規制とどうコミュニケーションを取ろうとお考えなのかお聞かせください。あんまりね、売り言葉に買い言葉になるようなことはしたくないので、したってこちらとしても韓国の文書を精査して、これどういうことですかということ、こういった事務的にですね、問い合わせをしながらコミュニケーションを取ってですね、やっていきたいと思いますし、皆さんご承知のように韓国文書をお届けいただいた時も、この韓国に従った対応するためにも今後ともご協力をいただきたいと私から頭を下げておりますので、従ってこのコミュニケーションについては事務的な対応であったり、時には私も直接対面であったり、そのことはお願いしていきたいと思っています。これ基本的な考え方で、もう一つやっぱり新しい規制基準ということを考えれば、やっぱり新たな運営主体をやっぱ安全で保守点検もしっかりやれとこう言われておりますので、やはり意識せざるを得ないのは当然なので、これについてはまさしく事務レベルも含めてね、どういう方向性ですか、こういうことはやっぱりお互いのやり取りの中で、規制委員会の本音の部分もお伺いしていきたいと思います。したがって、あんまり顔を合わせないで皆さん方を通してやり取りをするよりも、まず事務方を通して、意思の疎通をしっかり図ってやっていきたいと思います。ありがとうございます。各社さん一人ぐらいどうぞ。先ほど通信の方です、はい、学力テストの関係でお伺いしたいんですけれども、本日大阪府教育委員会の方が学力テストを高校入試の内申点評価に活用するという方針を、断念するという方針を今日打ち出す予定なんですけれども、これまでの経緯も含めてそのことについてちょっと大臣どのように感じてらっしゃるかというのを教えていただきたいと思います。そうだね、はい。ですね、ちょっと事実関係だけちょっと報告します。平成28年度調査の実施要領を策定する時期になったため、24日に大阪府教育委員会に対して実施要領に調査結果を入学者選抜に関して用いることはできないことを明記する方針であるということをお伝えしたところでありまして、おそらく大阪府教育委員会においてはこの方針を踏まえて本調査の結果を使用しない方策を検討していただいているものと、こういうふうに承知しております。はい、ということで、すみません、これで終わります。よろしいでしょうか。すみません、ちょっと お客様お待たせすると、はい、あちこちで私を捕まえたらまた何でも聞いてください。申し訳ありません。終わります。ありがとうございました。